過ぎてきてよかったなっていう、本当ですよね、人生何があるかわからないっていう最近本当思います、うん、はい、でも普段やっぱり役者とかやられてたり、僕も東京で音楽活動してますと、もう僕らよりもずっと先輩の50代60代70代の方がどんどん頑張ってるじゃないですか、ね、なんかそういう姿を見て、ね、あ、全然40代ってまだまだガキンチョだなって最近ねすごく思うようになりまして、今くたびれてる場合じゃないなっていうことを思いまして作った曲を最後あやさんとね一緒に歌いたいと思います、はい、その前に、今日強力にギターをサポートしてくださってるのは僕の6歳の頃からの幼馴染です、船戸英二くん。長い付き合いですよね。6歳から幼馴染ですね。幼馴染なんですよ、ね、僕初めましてで、ね、さっき今日さっき初めて会った、さっき楽屋で会ったよ、本当に、ね、ありがとうございます、すいません。それも楽屋でやってください。じゃあ最後はですね、そんなもうどんどん前向きな気持ちでこれから頑張っていきましょう、まだまだ僕らくたびれてる場合じゃないよ、そんな願いを込めた曲であります。そして今日あやさんの CD もね終わったらありますし、はい、あの限定ちょっとしかないんですけども限定発売いたしますので最後寄っていってください。まだまだ成長中っていう意味の曲です、Still Growing Up、 いきましょう。せーの、今だから